ソロモン DB1833 年は、窃盗の罪で1815年に、オーストラリアュ療系で送られた、ユダヤ系イングランド人の囚人で、後に、商人、金融業者として大きな成功を収め、一時は、ニューサウスウェールズで自身が発行する独自の銀行券を流通させるほどになっていた。1813年10月に、窃盗の共犯として、 本人が否認したまま有罪判決を受けて7年間の流刑となり、1815年1月にシドニーに到着し、すぐさま事業を起こした。1819年に謝面されたが、そのままニューサウスウェールズで事業を続けた。1825年以降は、ダニエル・クーパーと組んで、様々な事業を多角的に展開した。1826年以降は、ロンドンに移し、 クーパーとの共同事業のイギリスにおける責任者となった。ソロモンは西オーストラリアのスワン川植民地の支援者でもあったがその開発が失敗したことで大きな損失を被った。彼はまた事前活動家としても著名であった。DB のニューサウスウェールズにおける成功は親族の多くが移住する契機となった。弟のバーネットはユダヤ系の男性としては オーストラリアへ渡った最初の自由移民であった。もう一人の弟アイザックは一時はシドニーヘブライコングリゲーションの会長を務めた。ソロモン・リービは赦免された直後の1819年2月8日にアンドバーツと結婚し、同年末には息子ジョン・リービ・ロバーツが生まれ、ついで1822年には娘も生まれたがこちらは溶接した。その後、 アンは不倫の末に家族を捨てて駆け落ちした挙句、1824年に死去してしまうが、ソロモンは一生再婚しなかった。ニュージーランドカンタベリー地方のバンクス半島にあるポートレビは、この地域に交易のための船を派遣したソロモンディービにちなんで命名されている。ありがとうございます。